出発できるか。今日は笹生方面に行こう。あの辺で馬に乗った見慣れない集団がいるとジェイキーがレデシコの酒場で聞いた。ハーゲン一味だと思うか。いや、わからないな。が地元の連中じゃないことは確かだ。どこかの行商隊の護衛かもしれないな。少年場、ブラーンに行くのことかなと思ったけど、そうじゃなさそうだよね。笹生から南に行くとブラーンに行くですよね。いや、ちょうど今メインは修道院のクエストが始まる直前なんですよね。だからまあ消防隊が活躍してこうブラーンに行くに集結してると思うんだけど、それとはまた別件っていうことだと思った。でこの川を渡ると、あのすごい強力な、多分こうゲーム上最強クラスの野営地があるんだよ。それ後でやりたいですね。ちょっと見つけづらいところにあるんですけど、ジェイキー、先に行って偵察してこい。不測の事態は避けたいからな。あと今夜野宿できる場所も探せ。了解、おかしら。ジェイキーのやつどうした、口答えしないのか。昨日シナプスを一気飲みさせたんだ。それで今朝はシャキッとしてんだろ。それか、兄貴がションベンを混ぜたから生きる気力をなくしたんじゃねえか。いじめ完全にいじめ。楽しそう。クーの矢を受けた。すげえな。お、守ってくれた。ムジカヘンリー。指輪の霊か。どうなってる？標的されている。基地に戻らないとまずい。急げ、囲われちまう。クーのどこ？剣出せ、剣出せ。加勢する。よしよし。よしよし、いいぞ。急変を殺す。あ、こいつあれじゃん、ブラックピーターと同じ顔じゃん。こっち大丈夫？こっち大丈夫そうですね。よし、ちょっと待って。ん、気をつけろって声聞こえる。まだいる？あ、まだいるね。よし、ちょっとやり残したくないんで、あいつら殺しておこう。
なーに、すぐ終わりますわ。これやりますか。あ、ちょっと待って、よしよし、いいぞ。もう少しだけやるか。あれ、若干遠すぎるかな。よしよし、いいぞ。近接してくるからその前に数を減らす。いいね。よし、これで思い残すことはない多分な。兄貴も同じことを考えてるだろう。弟よ、5年前のあの日イフラバで会ったことに似てるって話か。6年前だ。あの時待ち伏せしてたのは俺らの方だがな。ああ兄貴、あれはうまい待ち伏せだった。かなり面食らっちまったぜ。いい場所を選んだもんだ。俺らが水浸しになって流れに武器を持ってかれると考えたんだな。ジェイキーも流されてどっか行っちまったのかね。ジェイキーがいないのか。生きてたとしても死んでりゃよかったと思うだろうね。クーノの顔見たか。あんな顔はあの時以来だ。あのイフラバの川でかい。5年か6年前のな。クーノのあの恩知らずの妹とその一行を待ち伏せしてたんだ。妹、あ、そういえばそんな話あったね。あれ、ステファンもいない。どっか死んでんじゃね。次はどうする。わからん。そこら中で奴らが待ち構えててもおかしくない。誰かが俺たちの動きを敵に漏らしやがったんだ。バラバラに分かれて何としてでもこの場所を離れなきゃならねえ。ここからは単独行動か。そうだ。俺たちを裏切ったのは仲間の誰かか。周りを見てみな。ここにいないのはどいつだ。ジェイキーだ。奴は先行してたし、俺たちの行き先も知ってた。あのクソッタレの裏切り者が。あいつを捕まえて生まれてきたことを後悔させてやる。うん、俺が探しに行く。俺が彼を追跡してみよう。まだ遠くへは行ってないはず。いや、危険すぎる。奴の近くにはハーゲンの手下がいるかもしれない。今は生き残ることに集中しろ。ああ、でもダメですね。まあ、でもちょっとだけ探すかな。あ、これでクエストクリアになった。あ、なんかあるよ。あ、でもそんなに強いキャンプじゃないね。あ、釣り男。まずい時にまずい場所へ来たようだな。釣り男。あ、次。なんだあれは。ちょ、巻き込まれちゃってる釣り男。待て、逃すか。これ関係ないよね。多分普通のその辺のいわゆるこう盗賊キャンプだよね。戦闘状態解除されない。大丈夫か。あ、片付けてくれたんだ。さすが頼りになる。まあ、でこいつは関係ないよな。いや、ちょっとせっかくここまで来たんだから。あ、みんな移動中だ。例の最強のキャンプぶっ潰してから行こう。まあ、でもこの辺とどまってるわけないもんな。なんかあるのかな。
こにね見張り台があるんですよ。そこから多分我々の到着を待っていたのかな。 JK どこ行ったんだろう。まあ一応これ見ときますか。特に何もないとは思うけど、うん、やっぱり何もないね。ダメージ受けたかな。大丈夫ですね。確かこれのこの道あのスカレッツの方面につながってるんだけど、途中で分かれ道があるんですよ。どこかな、これか。分かりづらいですけどね。こっちここから歩いていこう。普通にこうあの完全武装で簡単に死ねるんで気をつけていきたいと。ここから行けないかな。いるかな。とりあえず一人いるね。そこ退路確認しながら盾背負ってるから、こ頭部、あ、ダメか。待て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 。あ、いけるか。とりあえず一人倒した。まだ来るか。警鐘を鳴らせ、警戒態勢。こっちだ、誰かいないのか、早く。ちょっと待て。あー、戦闘準備、こっちだ。やるしかないか。警鐘鳴らせ。神様、これで戦いのつもりが。よし、耳取っとくか。戦闘準備、こっちだ。全員集合だ。警鐘を打ち鳴らせ。キャンプが邪魔になるかな。いや、頭部を狙えばいけるかもしれないけど。誰かいないのか、早く。やっぱりホロが邪魔になる。ホロをね、弓は貫通できないんだよ。松明として間違った。
まだいるような気がするけどな、こんなもんじゃないと思うんだよな。まあいっか、とりあえず引き返すか。あ、間違った。よしよし。まずい時にまずい場所へ来たもんだ。さあ、お前はもう終わりだ。まあとりあえず戻ってきたな。なんかでもやり残したことある気がするんだよな。来いよ、聞きたいことがある。お、なんだ、指輪か。どうした。言ったように、俺にも協力してくれるよな。まさかあんたの弟に渡した指輪をどうこうしろって話か。当たりだ。どうしてわかった。俺の人並み外れた洞察力のおかげと思ってくれ。持ってる、いや普通に持ってるね。あ、ホーパークある。この意味、いやなんだろう。おい、これだろ。うん、いや楽勝だったね今回は。前回のすげえ大変だった。これでは普通のショートホーパークですよ。なんで普通に持ってる、なんで着ないんだろう。指輪を手に入れたぞ。最高だ。ヤンのやつ怒るだろうな。ほらよ、これは面倒かけた礼だ。ありがとな。さあ、じゃあ4回目の巡回行きましょう。全員無事に戻ってこられたようだな。ありがたいことにな。俺たちは空の上にいる誰かさんに気に入られてるらしい。いつもなんとか生き残ってきた。空の上か、あるいは地の底にいる誰かか。そうだな。まあ大事なのは生き延びたってことだ。それじゃあ改めて巡回に。ああ、だが今回はお前は来なくていい。え、どうしてだ。ジェイキーの居場所が分かったからだ。奴を捕らえてハーゲンについて吐かせてきてほしい。うん、てか弓矢は受けていたけど右も何、大丈夫だったのかな。それはいい考えだけど、どうして俺が。お前は頼りになるということがまず一つ。さらにお前はあいつを見るなり飛びかかって殺しちまうようなやつじゃん。本当にジェイキーが裏切ったんすかね。彼はどこに隠れてる。それが隠れてやしねえんだ。俺たちを敵に売った金で飲み食いしてやがるの。確か牧草地の宿屋とかいう場所でな。腐
草地の宿屋か。ああ、そんな名前だ。おお、そうなんだ。俺が行ってる間、あんたは何を？普段通り巡回に行く。ジェイキーは俺たちを誘うための罠かもしれんからな。ジェイキーが罠なら俺を待ち構えてるんじゃ。その可能性はある。だから用心しろ。だが一つだけ確実なのは、ジェイキーはいずれ姿を消すし、誰かがそのことを確かめに行かなきゃならないってことだ。なら支度するよ。頼む。もし奴を見つけたら、その時はお前のやり方でやってくれ。ただ奴の知ってることを聞き出すのだけは忘れるなよ。分かってる。よし、裏切りの対象。マジ裏切ったんかな。え、信じられねえ。まあいいか、草地の宿やね。じゃあ行きましょう。あ、ちょっと待って待って待って。ランダムエンカウント発見しました。これか。クマンジン、大した武装じゃないぞ。一人だけ？本当？一人だっか。一人で狩りをしようと思ったから。一人でこれ動かすの大変だったろうね。ご苦労様。はい、とりあえず草地の宿屋来た。いる？いるかな。アンドリュー。みんな同じこと言う。それで何の用なんだい？ジェイキーを探してる。ジェイキーという名の若い男を探してるんだから。その男がどうしたんだ？ここにいると聞いてきたんだ。いたかもしれんが今はいない。なら行き先を教えてくれないか。いや、断る。彼は俺の客だ。ここに来た客の情報をそう簡単に漏らしてちゃ、この店の評判はガタ落ちなんでね。あれ、クーノキョ知ってる？リフバウドのクーノキョを知ってるか？もちろんな。最近この辺を巡回して回ってる傭兵の男だろ。ジェイキーは彼の信頼を裏切って部下ともども罠にはめたやつなんだ。俺もその罠にかかった。もうわかるだろうが、クーノはジェイキーを捕らえるのに必死だ。なのにそれを拒む人間がいれば、そいつはかなりまずい状況に陥るだろうな。いや、阻むだなんてそんなつもりはない。なら評判上昇した。どこへ行った？そうだな、最初はあの男を店から追い出そうと思ったんだ。ただの花垂れ野郎だってのに、店中を我が物顔で歩いて周りの客に偉そうに指図してたからな。だが彼が大金を持ってると分かってね。まあこっちも商売というわけさ。彼はここに数日いた。そして昨日の夜酒を飲んだ後で、どこかの若い娘と一緒に森の中へ消えてったよ。森の中へ？それだけじゃ探しようがないな。二人が南へ行ったと誰かが言ってたな。あっちには松の木の森と崖しかないが、とにかく南らしい。その娘の父親は商人で、同じくこの店にいたんだ。娘がいないのに気づいてすぐ探しに行ったから、お前も彼に会うかもな。分かった、ありがとう。南？え、ちょっと森の北側の端って言ってるぞ。南の森の北側の端を見ろってことだね。ややこしいけど、そこか。あー、そこだな。なんかある。なんかありますね。商人アーネスト。175を持ってるぞ。
ここで何をしている？何か用かい？あれ、ウジちゃん執行官じゃないの？どうしたんだ？どうしたって、私の娘のマリアが逃げたんだ。娘がどこかの男と一緒にこの道を行ったと宿屋の人間から聞いてね。近くで娘のスカーフを見つけたよ。心配だね。なるほど、なら痕跡をたどってみては？そうしたいのは山々だが、一緒にいる男は武装してると聞いてな。それに2場所でここへ来たから、放置するわけにもいかないんだ。彼女はあんたの娘だろう。ここに立ったまま何もしないつもりか？実を言うと、こういうことは何度かあってね。毎回娘はちゃんと戻ってくるんだ。だが早くスタンバークへ行かなければ、娘はこんな時に消えちまって。ああ、そういうことか。なるほど。奇遇だな。俺はあんたの娘と一緒に逃げた男を探しに来たんだよ。何、男の方を知ってるのか？少しな。危険な男か？どっちだ？いや、やつは子羊みたいに温和な男だ。娘さんの心配はいらない。言い過ぎじゃない？それは本当か？だが早くあの子に戻ってきてもらいたいよ。俺だったら不安でしょうがないな。あのジェイキーという男は危険な盗賊だ。なんだって？そいつはジェイキーというのか？無法者らしくない名前だが。だから危険なんだよ。多くの人が最初は彼を甘く見てしまう。なるほど、なら痕跡をたどってみては？そうしたいのは山々だが、それに2場所でここへ。最近は物騒だ。俺がマリアを探してみようか。そうしてくれるか？ああ、もちろん。ね、無償でというわけいかない。お金もらったけど一応行ってみようか。だがただで身を危険にさらすわけにもいかない。もちろん、娘を見つけてくれたら報酬を出すつもりだ。今すぐ？いや、報酬は普通成果を出した後に支払われるものだろう。その理由は言うまでもない。そうだね、もういいか。失礼だな、俺が何もせずに金だけ持ち逃げするように見えるとでも。泥口で言うんだ。いやいや、とんでもない。君はとても高潔そうに見えるとも。だが私にも私なりの流儀ってものがある。それを守らなきゃ商人としてはやっていけないんだ。好きにしろ、無理にとは言わないさ。娘のスカーフをこの辺で見たと言ったな。そうだ、あの辺りの低木のそばで木に引っかかってるのを見つけた。うん、ならその辺を調べてみるか。それでは。なるほどね、そうなんだね。あの辺りは低木の。この辺りってことかな。これジェイキーのうんこか、多分。まだ暖かい。ジェイキーがうんこをしていっている。どこだろうな。でもマリアっていう名前の人初めてだね。そういえばこのゲームで、どんなゲームにも一人はマリアちゃんいるけど、なんとなくこっち来てしまいましたけど、結局しらみつぶしに探す感じになるのかな。あの岩場怪しい？なんかあるよ。ほら、あ、なんかあった。自然の中の逃避行か。楽しそうだ。あ、あれか。お昼ご飯の後か。あれ、なんか言ってる。覗いてくれ。は？ヘンリー、
お願いだよ、ヘンリー。何やってんだお前。え？話す前にちょっとあれか、魅力とかあげとくか。愛のポーション。金魚自然。助かったよ、ヘンリー。この世の終わりまで動けないんじゃないかと思ったぜ。一体、ここで何をやってる？あ、宿屋である女を引っ掛けてさ、二人で静かな場所に行こうとしたんだ。そしたらあのクソ甘、石で俺を殴りやがって、有金全部奪われちまったんだよ。本当か？その後どの方向へ逃げた？わかんねえよ。でも、あの女の父親からできるだけ遠い場所だろうな。すぐに戻る気はないらしいぜ。今まで何人ものイカれた女に出会ってきたが、あいつは最悪だな。金に困ってるなら俺の頭を粉砕しようとする前にそう言やあいいんだ。挙句の果てに俺をこんな風に縛りつけやがって。うん、因果応報だ。自分を棚に上げてよく人を悪く言えたもんだな。聞いてくれヘンリー、あのハーゲン一味の件だが俺だって嫌だったんだよ。でもひたすら脅されて、やっぱ裏切られたんだ。金を提示されてさ、マジでよヘンリー、あんな大金を見たのは人生で初めてだったんだ。食うのは俺に、安いバイタに渡す金の半分もよこさねえしよ。そうかそうか、大変だったな。どうでもいいからハーゲンの居場所を吐け。ゾール家のハーゲンだよな。もちろん教えるさヘンリー。俺たちはまだ仲間だからな、そうだろ。しょうがねえな。俺が今でもお前の仲間かどうかは知らないが、気持ちは理解してやるよ。お前は話の分かるやつだと思ってたぜ。教えれば逃がしてくれるんだよな。俺が逃がすとでも？足で殴られて本当に脳みそが潰れたみたいだな。ヘンリー、すまなかった。本当に後悔してるんだ。奴らに死ぬほど脅されてビビっちまったんだ。それは信じてやる。だがどうしてそれを話さなかった？裏切る必要なんてなかっただろう。自分でも分からねえ。気が動転してたんだ。お願いだから俺を解放してくれよ。まずはハーゲンの居場所を教えろ。話はそれからだ。縄をほどいてくれない限り何も話さねえ。話したところでこのままカラスどもの餌にされちまうんだろ。ねえ、食うのは卑劣だ。お前の言いたいことはわかるよジェイキー。食うのはハーゲンに負けず劣らず最低なやつだ。あいつらは同類さ。そう、その通り。でもなら、どうして一緒にいるんだ？さあね、評判低下した。俺に何を言えと。失敗した。戦争がなくならない理由とかが。今、哲学的な議論を交わす気はないんだ。ハーゲンの居場所をとっとと吐け。やっぱりな。お前は理由すら考えずに食うのと巡回してるんだよ。お前みたいに謙虚で神聖な奴から倫理の講義を受けられるなんて光栄だね。トークスキル上がんないんだよね。今、14もあるのよな。どうして食うのを裏切る必要が。金だけ受け取って何もしなければよかっただろう。そうさ、食うのが普段やってるみたいにな。お前は傭兵団に来てまだ日が浅いが、俺と同じくらい長くあいつと暮らせばどんな人間かわかる。あいつはまるで慈悲深い天使のような面してやがるが、実際はそこら辺の盗賊と大差ねえんだ。彼は天使じゃない。だがそれは裏切っていい理由にはならない。お前も俺と同じ扱いを受けたらそうは言ってられないぜ。なるほど。どう、感謝を知らない奴だな。お前くらいの年の奴らは畑を耕したり火事場で働いて誰にも甘えずに生きてる。彼らが羨む境遇にいながらお前はそれを粗末に扱った。でもそういう奴らはいつ死ぬかもしれない危険に日々さらされてないだろ。まさに今そうなりかけてるお前が言うと説得力があるな。で、裏切った甲斐はあったか？お前は何日か酒を飲んで出会ったばかりの女に騙されただけだったな。話す気がない。まあいいだろう。お前を生かすも殺すも俺次第ってだけだ。どうしようか。とりあえずこれ何の後なんだって感じだね。ちょっと待って、報告しといてやろう。娘のことで話がある。え、娘はどこだ？一体何があった？あの性悪女はジェイキーを殴って金を奪ったんだ。利口な子だ。なんだって？
どうでもいい。大事なのはマリアが今どこにいるかだ。なぜ戻ってこない。俺もあいつが殴られたことは気にもしないが、あんたは娘のしたことを聞いてやたら嬉しそうだな。いや、マリアはもう大人だ。自分の身は自分で守れると分かって嬉しいんだ。で、あの子はどこに。わからない。ジェイキーを襲った後逃げたらしい。あのメスが君。メス。え、なんでもない。こんなことは初めてじゃないんだ。とにかく私はここでもう少し待ってみるよ。どう弱くなんだこれ。俺の報酬はどうなる。報酬？マリアは戻ってきてないじゃないか。だが何が起こったかは突き止めたぞ。そのくらい十分予想できたがね。なら金は大事に取っておけ、この老いぼれめ。はあ、なんともチンプな捨て台詞だな。早く私の前から消えろ。なかなかあれだね。これまだ続きあるのかな、これもしかして。マリアどこにいるんだろうな。わかったよ、ほどいてやる。ありがとうヘンリー、お前を信じてたよ。全部吐け、早く。ハーゲンを自ら先頭に立ってサモペッシュを襲撃するつもりなんだ。村を焼き打ちする計画なのさ。それもすぐにだ。まさかそんな。ああ、ひでえよな。どんなにひどいかここで語り合いたいけどよ。用が済んだならそろそろ帰りてんだが。俺をあんな罠にはめておいて笑顔で見送ってもらえるとでも。待てよ、取引しただろ。俺を逃がすって約束じゃねえか。ああ、縄をほどくってな。その後お前をどうするかは一言も言ってない。このクソ野郎が。半殺しで許してやる。たまにこう男らしい声出すな。この武器とか取り上げられたりしないのかな。武器落とさね。あ、武器消えちゃうのか。あー、殺すってあるけど、いいや、キャンプまで持ってこう。着いた。連れてくの大変だった。あ、ハーゲンゾールの討伐へ向かえって言ったけど、こいつどうすんの。ちょっと待て、ちょっと待て待て、こいつこいつ、ほら、なんかストーンが殴りかかってくんだけど。なんで。なんで。いいか、とりあえず殴っとくか。せっかくお土産持ってきたのに。それがお前の精一杯か。あ、なんか全あれか、そういうごっこかな、そういうごっこかな。ジェイキー連れてきたのに、せっかく。よし、甘いけど保存め。いてー。全員からタコ殴りされている。腰でも抜けたか。意識不明だ。おかしいな、おかしいな、こういうことになってしまうとは。話す。ボコボコなんすけど。あれ、JK どこ行った。JK 逃げちゃったじゃんか。あ、いたじゃん、ほら。JK 連れて帰ってきたぞ。連れて帰ってきた、連れて帰ってきた。わ、これで良かったのかな。
なんかしないか殴られたけどさ、全然終わりに合わないんだけど、復讐してやる後で。